チア海流は、ムカワ流ようなアトロサウルス類が、タルモサウルスようなティラノサウルス類に襲われるというか、食う食われるの戦いが日々繰り広げられていたことでしょう。本日は世界最大級のティラノサウルスであるスポッティの全身骨格をじっくりとご覧いただき、7000万年前の白亜紀の世界を思い浮かべてください。こちらはティラノサウルス・スコッティの全身復元骨格です。口の先から尾の端までの長さは約12メートル。地面から背中までの高さは約4メートルになります。体重は約6トンと推定されています。世界最大級のティラノサウルスの全身骨格です。カナダのサスカチュワン州で1991年に発見された標本をもとに全身が復元されました。生きていた時代は中生代後期白亜紀、約6600万年前です。全身の約 70% が保存されていて、世界で最高の保存率を誇るティラノサウルスの一つです。ティラノサウルスの骨格はこれまでに50体ほどが発見されており、その主な標本にはそれぞれ愛称が付けられています。この標本の愛称であるスコッティは化石の発見を一足恐竜です。現在の生きている鳥類を生み出したグループに近いものです。他の動物を捕らえて食べることに非常に優れた能力を持ち、肉食恐竜を超える肉食恐竜、超肉食恐竜と呼ばれます。顎はとても大きくて幅広く、超肉食恐竜と呼ばれます。顎はとても大きくて幅広く、太くて強力な筋肉がついていました。噛む力は動物の中で最強だったとされています。歯は長さが25センチメートル以上あり、ノコギリのような小さなギザギザがありました。まるでステーキナイフのように獲物の肉を切り裂き、骨ごと噛み砕いて食べることができました。両側前方